でこれはあのビジネスをねやるときにあなたのビジネスが一つの例えば瓶だとしたらね瓶の容器だとしたらね <music> まあ例えばじゃあこれ私の今このドリンクですけどここにですね水が入ってて、まあ、これと氷で溶けちゃってますけどね要はこれがあなたのビジネスだとして これをいっぱいまであなたが埋めたいと思ったときに、もしあなたがですね、ここに小さい小石を入れていくとします。小石というのはこれはオンラインサロンだとします。じゃあ例えば。あるいは1万円とかのね、商品だとしますね。これをこう入れてって、小石でいっぱい埋めていく。すごく時間がかかるわけですよね。だけど、もしあなたが高単価な商品、 を作ってそれが10万円だったり20万円だったり30万円だあるいは50万とか100万かもしれませんまず最初に大きい石を入れる大きい石を入れる大きい石大きい石大きい石中くらいの石かもしれない大きい石こう入れていきますねここから先に入れてってででもここの間にスペースがあるわけですよねこのスペースここを小さい石で埋めていく はい、そして最後はここに砂を入れていくすごい細かい1,000円とか2,000円とかの値段かもしれません。っていうふうにやってったらあなたのこのビジネスの瓶の容器はより早くいっぱいになるわけですだからビジネス考える時はこういったことを考えて。 あなたのね、商品のモデルっていうのをね、考えていくと、よりあなたのビジネス全体っていうものが、すごく良い形になってきます。はい。まあ、そんなね、今日の、その質問がね、来て、えー、これはすごくあのい,い,いい質問だったなと思っていく、ぜひ今日シェアしたいなと思ってね、話をしました。はい。他にはですね、えー あの他えー、これもですね今日のおそのブラックベルトのメンバーの中の質問だったんですけど今ちょうどですね、えー、ローンチ中のメンバーがいてでそのメンバーがですね、えーまあ、最初にリ,コリストを集めてねですごくいいあのリスト思,思ったよりよ,よい形で集まったんですよ。あの, LP の登,録登録率もすごく良く良て 30%近い LP の登録率が出ててでリストが集まってで Facebook でライブをやってライブをやってライブロンチをやってすごくたくさんの人が見ててあこれはすごくいい感じで来てたなっていうふうに思ったんだけどまだ最終的に終わりじゃないんですけど初日オープンカートした時にあんまり売れなかったんです。 このオープンカードした時に思ったより売れないってことは誰にでも起こるんですよこういったことって起こるんです。でそういった時にまず最初に考えなきゃいけないことっていうのは何なのかそれはオファーですもしあなたの商品がうまく売れなかったそれは一番最初に考えるべきことはあなたのオファーがそのあなたの ライブだったりあなたのコンテンツを見てた人にマッチングしているものがオファーできたかどうかその見ている人が求めているものその人たちが欲しいと思っているものをオファーできているかどうかってことがやっぱすごく重要なんですよでこれはですね分かっていてもみんな間違いを犯すんですきっとこのオファーは売れるはずと思ってオファーするじゃないですかでも 以前ね別なところでオファーして売れたとしてもそのあなたが今度やるローンチで集まった人には売れない可能性があるわけですあるんですそういったことはだからオファーっていうのはあなたの見込み客が求めてるものをオファーしないといけないわけですその見込み客が何を求めてるかってことをローンチをやっている最中に見極めることが大事なんですね でもちろん私がねこの論調教えるとき教えてるとき一番最初に皆さんオファーを考えましょうって言っててオファーを考えてオファーから逆算してその間に提供するコンテンツっていうのを考えていくわけですよだ絶対最初にオファー考えていくこと必要なんだけどでもいざオファーするときに必ず調整しないといけないんですよあなたがこれまでやってきたライブ1回目のライブ PLC 1> 1 PLC の 2PLC の3ってやってくるじゃないですか。でそれをやっていった中で見ている人はどんな人が見てたのか誰が見てたのかその人たちってどういう仕事をしている人たちで週にどれぐらいなのかなとかいろいろあるわけです。そういったことっていうのをそのオファーをする前にできるかりリサーチすること。 これはすっごく大事なんですけど、これはね、みんな間違いを犯すんですよ。大体ほとんどの人が間違いを犯すんです。私も犯すし、プロも犯します。で、肝に銘じてこなきゃいけないのが、これは私の師匠であるジェフ・オーカーンがよく言うんですけど、You are not your market.You are not your market. あなたはあなたのマーケットじゃないっていう言葉があります。これはすごく大事な言葉で、 あなたが考えていることとあなたのマーケットの人たちが考えていることには常にギャップがあるんですこれは絶対に常にギャップがあるんですこのギャップをいかに修正できるかが大事なんですねで商品を提供する人っていうのは商品を買う人よりもはるかに先に進んでるんですよで頭がいいんです言い換えるとででもね きっとあなたはこういうふうに考えるかもしれない。ああ、でも私よりももっとすごくいい先生がいて、すごく博識で有名な先生で活躍している先生がいて、そういう人から見たら私の提供している情報は何かすごく十分なものじゃないとか、なんか、あのなんかもう他の人は専門用語もいっぱい使ってるし、私も同じようになんなきゃいけないから、もう私もしっかりと理論を勉強して、それを勉強して教えなきゃいけないって思うじゃないですか。でも、 違うんですよ。80%の、マーケットの80%の人は初心者なんですよ。だから、あなたがすでにある程度のいろんなことを知ってる先生で、あなたのレベルで話をしたとしても、見ている人は全くついてこれないんです。ここはね、みんな間違いを犯すんですよ。もうね、Facebook とかブログとかいろんなとこ見ると、とにかくみんな宇宙語で喋ってる人が多すぎる。本当思うんですよ。まあ、それがね、あなたのマーケットに ちゃんとマッチした言葉が、だったらいいんですよ。あなたが宇宙語喋ってたとしても、宇宙語が理解できる人に対して宇宙語喋ってたら別にいいんです。でも、これはちょっと難しすぎるよな、言ってることがあっていう人言ってる人が本当多い。本当多いんですよ。シンプルにわかりやすくが大事なんですよ。シンプルにわかりやすいものが売れるんですよ。シンプルでわかりやすいものを人は聞きたいと思うんです。だから、 本当にに子供に教えるようなつもりで情報を伝えていくってことが大事だしその見ている人の求めているものは何なのかってことを常に考えながら話すことが大事なんですよ。そうやってやっててていいいいかななと置いてきぼりになっていくわけですよねであなたはいろいろこう情報を喋った後に「あすごくなんか自分が知ってる情報をいっぱい喋った」って満足感があったとしても見てる人はついていけてない。 ってこことはこれはれ、ね、誰ででも起きるんですよベテランの先生でも起きるんです。で特にオファーするときにはこの間違いっていうのをね犯してしまう人が多いんですね。あなたが売りたいものを売るんじゃなくてあなたの見込み客が求めているものをオファーしないといけない。でもう一個ポイントがあって 例えね、例えばね、じゃああなたがその PLC の1回目、2回目、3回目って形でね、ライブをね、提供していって、で、そこで、じゃあ4回目であなたの商品をオファーした。あ、はあ、売れなかった。ダメだ。もう私ね、失敗したらもうこれはダメ。ローンチ大失敗。そういうふうに思っちゃいけないです。大事なのはそこから修正することです。リカバリーすること。リカバリーできるかどうかです。 そこの初日に売れなくても最終日に最終的に売れればいいんですよ。そういったことはよく起きます。最初に2、3本とか売れなくても、それから翌日、2日目、3日目、4日目、5日目、ね、クローズカード、最終的にじゃあ募集終了するまでに何日かあるわけじゃないですか。そこで修正するんです。修正するんです。そのために、このオープンカード、クローズカード期間があります。で、 もし最初の初日でオファーしたときに売れなかった、申し込みが入らなかった、個別面談の申し込みが入らなかったって時は、なぜそこで入れなかったってことを考えた。あ、そ、そこにあ、その時にまずあなたが考えなきゃいけないのが、自分はその見てた人が求めてるものを提供できなかったなっていうふうに考えるべきなんですよ。オファーの求めてるものとマッチしないものをオファーしてしまったなっていうふうに思う。で、そこで修正することが大事です。彼たちは何を求めてるのか。 でいろんなことがでできるわけです。例えばそのあなたのライブを見てた人に直接いろいろ聞くこともできますよね。どんなことが学びになりましたかねそのオープンカートの次の日に何が学びになりましたかもっとどういったことを学びたいと思いましたかって聞くことによってその人たちからいろいろこう来るわけですよコメントがね。あそうするとなるほどこういうことは知りたかったんだなっていうことが分かるじゃないですか。でそそれれが分かったら、今度はそれを翌日以降に、 あなたのオファーの中に特典としてそれをつけて入れていく足りなかったものを特典として加えてそこでオファーしていくっていう形にやっていくことで最終日までにオファーを見込み客の人が求めているものに調整していって最終的にそこでみんなが本当に欲しかったものをオファーするっていう形にしていけばいいんです。それすごく大事なんですす、ね、すごごくく大大事事ななんんででよよね、うん、はい you <laughs>